皆さんこんにちは、ザナドールのアリちゃんです。最近お家にいることがすごい多くなって、運動不足が深刻化している川島なんですけど、今回はその運動不足を解消するためにこのバランスボールを使っていろんな運動をしていきたいと思います。イエーイ。それでは、ウォーミングアップからしていきたいと思います。周りに物があるとちょっと危ないので、皆さん広いところでやるようにしてください。最初は上下に入れていきたいと思います。だいたい私は30回ぐらいかな、やっていきます。結構バランスボールって弾力があるんですね。すごい、初めてやるバランスボール、結構使いますね。次は左右に骨盤を動かしていきたいと思います。この時に上体が動かないように皆さん気をつけてください。結構難しいです。私も動かないように意識をしているんですけど、結構動いちゃうかもしれないけど、皆さん骨盤を意識してください。いきましたか。次は前後動いていきたいと思います。ちょっと左右よりも動かすのがちょっと難しいので、本当にちょっと押さえながらやったらいいかもしれないですね。左右は結構難しい、左右じゃない、前後難しいです。ウォーミングアップはおしまいです。次は体幹を鍛えるための片足バランス、右足からかかとを上げて左足、お、意外といけない意外といけなかった。次は両足を上げていきます。
ました。というわけで終わりましたが、めちゃめちゃきつかったです。多分見てる以上に、多分やったらわかると思うんですけど、意外と筋肉にしますね。皆さんもよかったら運動不足解消にやってみてください。皆さんよろしければチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。ジャナドルのアリちゃんでした。バイバーイ。